やっほー。起きてた。余裕で起きてました。明日の練習してた。ワニメイクアップめっちゃ、やっほー。制服の目、昨日見た今日か。全部じゃないけど途中でやめたけど途中まで見た。懐かしかった。おお、ステッカー。みんな、あの生誕くじが今日のから始まったので引いてみてください。前髪キモ。カードホルダー、何それ、心地ありがとう。明日会える、楽しみ。明日はそうです、ミーヤです。1日もいっぱい会える、嬉しい。おお、キーホルダーゲット、楽しみにしててね。ステッカーとキーホルダー結構みんな当たってる。ステッカーとキーホルダー、おー、みんな、そうだ、今日当落発表の日か。きょうちゃんに会える予定はありますか。いつ手元に届くんやろ、生誕くじの景品って。上旬、まだまだやん。ハッシュタグ何でも京子の名前を入れてくれてたら見ます。今んとこ会える日がない、悲しい。早く会いに来てね、待っているね。おめっきょっぴー、
めでとう、素敵な一年にしましょう。おつ元気です。明日見るね、みんな見つけます。ハート100個ありがとう。そう、リップかわいいでしょ。え、めっちゃ前や、見つけます。最悪、7月、そっか、え、結構もうすぐやな。画像コンプリート、ありがとう、ありがとう、たくさん、もう全部コンプリートしちゃってください毎日かわいい、嬉しい。ついてない一日、何があったんだ。きょうちゃん生誕アーカイブ、もうめっちゃ公園祭りだ。明日は生誕祭以来やから割と経った。明日会えるね。キーホルダーとステッカーすごっ、めっちゃ引き良いね。お前アバターぜひ使ってください。チェキとかプリクラとかはまだ当たりましたって人少ないような気がする。1日、楽しみ。生誕って、どうだろう、どうだろうね、わからない。楽しみ。そう、7月も公演から始まります。楽しい1ヶ月にしましょう。どんな7月、7月はどんな1ヶ月になるでしょう。ラブレター、そう、ラブレターもまだ当たってる人いない感じかな。生誕ティーで応援したい、嬉しい。え、まだ買えるんかな、ちょっとわかんない。別のきょうちゃん初日ぶり？めっちゃ久々やん。エビ食べたいな。チェキプリ当てたいのに。ちょっと今日みんなにチェキとプリだけはね、ほんまに全員当たってほしいレベルなんですけど。当たってほしい、みんなに。てか今日かもくじやりたい。でも自分に手紙当たったらめっちゃおもろいよな。2日も当たった。おお、たくさん、楽しみです。ね、ラブレターいいよね、すごいよな。今日かもなんか自分で当てちゃいそうで怖いからやらんとか。
日の鉄な楽しもう楽しもう。自分で当てちゃいそう。てか自分に手紙も悔しいけどプリとか当たったらどうするんってなっちゃう。すごいよな、そう簡単に当たらんのに当たるって。そんなこと起きちゃいそう今日かなら。だから怖いから引かんときます。砂の見どころ全部、頭の元気からのユニットからの大人イノセンスからの元気からの大人アンコールみたいな。タコありがとう。エモいってなる数ってチェキとか当てれなかったけどエモートになれた、よかった。ちょっと初めてでさ、ちょっとどうしたらいいのかわからんすぎたんですけど、自分なりに頑張って考えたのでよかったらゲットしてください。でもなんか始まってから、あ、自分もこうすればよかったみたいなところが結構多くて悔しいんですけど来年はもっとみんなに楽しんでもらえるように頑張ります。キーホルダー、おー、おめでとう。ラブレターありがとう。ハッピーキュッピーラブレター、壁紙当たったら壁紙に設定してください。キーホルダーはきっと可愛いです。どんなんにしたっけ。ハート100個ありがとう。そう、楽しみながら、大事、楽しみながら弾いてください。今日も一日お疲れ、一個弾いてみるかみたいな感じで楽しんでみてください。何が当たっても可愛いので喜んでください頑張って考えたので全部楽しんでください。帝国のトップ様の手紙、そう、初めて手紙書く。たくさん弾いてみてください。楽しんでください毎日の楽しみに、一日終わりのご褒美みたいな壁紙そう、紙くじです。壁紙ほぼコンプ、嬉しい。どれも美しかった、ありがとう。おんちゃん評価は久々に2日連続飲んだ。今日はブラックミルクティーです。バラありがとう。キーホルダーとステッカーどんなのかはね、届いてからのお楽しみです。自分もどんな感じか気になる。明日は一周回ってブラックミルクティー。でも抹茶めっちゃ美味しかった。久々にゴンちゃん行っちゃって、アバターサーヤさんとゆずさんのめっちゃいいやん。
そう、キーホルダー連れ回してどこ行く時も一緒。キーホルダーめっちゃ届きそう。え、嬉しい。きっと可愛く仕上がっているはずだ。めっちゃ頑張ってね、考えた。あと100個ありがとう。毎日キューピタン継続ですなんかデザイン考えるのになんかペンあるやん、タブレットにかけるペンを買ったんですけど、自分が持ってるタブレットに対応してなくて、届いてから設定したのになんかできんくて、めっちゃ悔しかったほんまに悲しかった。現実を受け入れられなかった。そんな経験を得て頑張って、結局ペン使わずに自力で頑張って作ったものたちなので、大切に持ち運んでください。それか飾ってください。泣いちゃうでしょう。本気で悲しかったんですからね。ラッパみたいなやつありがとう。ホルン、なんだろう、ラッパみたいなやつありがとう。やっぱ電子機器をネットで買うと失敗しかしひんから、本気でやめます。そう、もう一生使わんやんみたいな。音符ありがとう。ハート100個ありがとう。サックスね。そう、前にも公開したのにまた今回も失敗しちゃって、学ばない人だなって思いました。そう、なんかその説明をちゃんと読めば分かることなんですよ。対応機器こちらみたいなで見て、自分のと見て比べたら分かるもんやねんけど、なんか読むのがめんどくさくて、その説明書きをで飛ばすからこうなるんですよ。黄色いハートありがとう。ハート500個ありがとう。悔しかった。ほんまに無駄遣いばっかりしてる、そういう最近。19歳の目標は無駄遣いをしないことですね。空回りしてる。使うために買ったのに。黄色いハートありがとう。そう、説明書って読む気なくしちゃってなんか飛ばしちゃうねんな。だからダメなんです。もうこのペンは新しく iPad を買ったら使おうと思います。多分使えると思う。教科が持ってるやつが結構古かったから、なんかそんな新しいものではなかったから対応してなかったんですよ。そう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 、世代の問題。鬼悔しい。今日かもこのペンで書きたかったねんけど反応してくれなかったんです。来年までには用意してもっとデザインとかこだわりたいと思います。売り方分からんし、めんどくさいから、自分家に留めときます。で、いつか使います。でもさ、その前に
一回イヤホンで失敗してるやん、今日買って。それでさ、この間使ってんけど使えるかなと思って一回使ってみたら、なんかめっちゃ変な音してさ、キュイーンみたいな、耳壊れるかと思った。そう、パレオの時に買ったやつ、めっちゃ変な音して怖かった。めっちゃもう耳がうわーってなった。あまりやだ、怖い。だるま、ありがとう。ね、電子機器強化みたいな人は絶対にネットで買ったらダメ。ワイヤレスじゃない、有線のやつです。マジ危ない。そう、めっちゃうるさかった。高い音でなんかヒュイーンみたいになって怖かった。結局電気屋さんで高いやつ買った方が音質いいしずっと使えるから、安物をね買わない方が絶対にいい。もうこれでな、学んだ教科結構なんか一歩ずつ進歩してるんですよ。でもこう見えてさやさんのアバターだった、めっちゃいいやん。欲しい教科も。え、これアバターってさ、どうやってゲットするの？どうやってゲットしてんのこれ、みんな。そう、あのイヤホンを買った時は何にも見ずに買って、口コミも見ずに商品説明も見ずに安いから買って、てかまずその偽物、今日も可愛いです姫、姫です。でそこで学んで、で今回のそのタッチペンを買うときに口コミを見たんですよ。んでめっちゃ調べて、でめっちゃ評価高くて、で口コミもめっちゃいいです、使えますって感じだったから買ったら、自分の持ってるやつとは対応してなかったっていう。だから口コミを見て対応してるやつ種類を見るってところまで勉強できたから、次は多分成功すると思う。諦めずに頑張ります。ちょっとずつネットでもなんか判断できるように成長していっているそう、同じ失敗はしない女です。そういうことです。だけど別に欲しいものないから、電子機器でこれ以上しといえば、あのタッチペン買いたいけど、別にもう生誕くじ終わっちゃったから、来年までにゲットできたらいいかなって。めっちゃ楽しみにしてたのに夢やった、これで iPad に文字書くのなのに。え、めっちゃワクワクしてて、やった明日届くってワクワクしてたのに、届いたら全然使えなかった、対応してなかったっていうオチでした。悲しかった、とっても。ね、そのアバターが一番しっくりくる、わかる。実家のような安心感です。そう、これからもこの成長を見守り続けていてください。やっぴー、わかる。 iPad ってなんか動画見る専用になるような
だけどこういう何かデザインとかするときに使えるんやけど、ペンがなくて使えない悲しかった。もう怒るとかじゃなくて、悲しかったのと現実を受け入れられなくて笑ってました。一緒に成長していこうね。そうです、一緒に成長していこう。実家のような安心感、そう大事です。壁紙ゲット、今すぐに壁紙に設定してみてください。アバター何も持ってない多分、で見たことのない気がする。そう、きょうちゃんの成長をみんなで見守ってていてください。そう、笑っちゃうよな。ステッカー2枚ペタペタ貼り付けてください。あと10回だけ、嬉しい。ぜひ毎日の楽しみにするのも、連続で楽しんじゃうのもありです。おはー笑)元気にしてるよ、なんとか元気にしているよ、元気にしてるの。デスクマットわかる？なんかさ、あの透明のやつかな、え、そこに挟むってこと？かわいいやん。スマホにね、挟んでほしい。楽しみにしててね。今日は We Are の練習してました。明日のサイリウムありがとうね。コラボ配信いつかしてみたい。なかなかやるきっかけというかタイミングがなくてあれやけど。お花ありがとう。ステッカーどれぐらいのサイズ感なんやろ。でキーホルダーは鍵とかポーチとかいろんなところにひっつけてください。あれ明日土曜日か、じゃあ5時開演ってこと。5時開演、え、早っ。5時やったっけ、いつも。なんかもう分かんなくなってくる。透明のやつね、1日のビー。おお、嬉しい、待ってるね。5時か。なんか土日の公演ってもしかして久々、なんかめっちゃ久々な気がする。最近ちょっとだけ平日が続いたからかな。ありがとう、鍵につけるのあり。どこに行く時もきょうちゃんと一緒になれます。早いな、めっちゃ。普段なんか6時半じゃなかった平日って。わかる、土日のウィーヤー早すぎてびっくりする。終わってからなんかまだこの時間みたいな、よくなる。さやさんの生誕以来、え、じゃあ超久々だ。え、さやさんの生誕戻りたい、戻りたいよ。楽しかったなあの日。11が4人
嬉しい、多いですね、めっちゃ。電車がある時間に、そうやな、すぐめっちゃ早く帰れる。うちはおきょんちゃん一人そう、常に常備させて熱中症にならないように気にかけてあげてください。でもステッカー、おお、いいね、やっぴー。そう、公演終わって写真撮るときに携帯見て、7時前とかやからさ、いつもびっくりする。え、そうや、じゃあ今の時期とか外明るいんじゃん。やば、7時って明るいもんな、まだ。嬉しい。なんか一日中室内にいて仕事が終わって外出て明るかったらめっちゃ嬉しくなるのよ。めっちゃテンション上がらん、まだまだ今からやんみたいな。音符ありがとう。反省会ね、ギリ明るそう。わ、なんか公演楽しみやけど、もう公演終わって外出るのも楽しみやした。不思議な感覚、久々すぎん外出て明るいのなんて。劇場から出て外明るかったらなんかみんなも変な感覚ならん、えってなる。ラブレター書いたことないから、人生初のラブレターです。みんな絶対にゲットしてください。余ってたら悲しい、初のラブレター3枚ともみんなに書けますように。え、わかる、一日得した気分だ、めっちゃわかる。冬至、火出てくる時間短くなってる、火出てる時間、え、そうなん、もう早っ。そう、ラブレターみんな、え、夏至、待って、え、冬至、あ、冬至冬か、逆にした、めっちゃ自信あったんやけど。今日の運試しにみんな引いてみてください。キーホルダー当たった、おー、よかった。パパッピーがラブレター引いた恥ずかしすぎん。額に入れてカフォにします。そうしてください。ハッピーキョッピーラブレターは人生初、1回目って最初最後やん、1回しかないやん、初めてって。だから額縁に入れて飾ってください。当たれ、じゃんけん頑張って、チョキ出して、チョキ、ゆず湯、あ、なんか聞いたことあるな、名前書くと思う、もちろん。うん、書く書く書く、書きます。チェキもデコデコできるんかな、できるならしたい、デコ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 。センスないねんけど、めちゃめちゃ、なんかこういうのやるたびに自分のセンスのなさにがっかりするんですけど、頑張って自分なりに可愛くデコデコしたいと思います。今日はまだラブレター当たった人おらんのかな、まだ聞いてないな、負けたんかいなら嬉しい。え、もう56分早っ、え、早っ早っ、
まだ1本も出てないんや。じゃあみんな初のラブレターゲットしてください。今からでも、あの一日終わりの頑張りましたのご褒美ということで弾いてみてください。お帰りなさい。そうだ、やよインスタ始めたんだ。いいなあ。危なっ。通路見つけるね。生誕祭以来のウィーアーなので少し久しぶりです。楽しみだね。みんなで楽しい時間を過ごしましょう。赤子でーす。もりもり応援して、もりもり。そうだ、てか結局あのユニバー行った日の写真1個も送ってないから送りますね、そろそろ。なんか毎日送る写真がたくさんあってなんか送ってなかったな。どんどん埋もれていっちゃうから送らなきゃ。可愛いからね、見てほしいんですよ。あ、違う、もう58分や、危な。土日なのに申し込みすらできなかった。あら、そうなんや。じゃあ行きまーす。13位、これはなんだ、猿。12位、ラスカル。11位、なおさん。10位、お酒の人。9位、青い男の子。8位、猫。7位、キョッピー。6位、キョッピー。5位、ひよこ。4位、ベネロペ。3位、猫ちゃん。2位、ギター。1位、星。みんな今日もお疲れ様でした。明日も、明日はウィーアーです。頑張りましょう。明日もよろしくね。じゃあ早く寝て早く起きましょう。おやすみなさい。あ、寝る前に一回くじ引いてみてください。ラブレターが当たるかもしれないということで、おやすみなさい。バイバーイ。